皆さんこんにちは、ペストでございます。信長の野望の蒼天録ですね、続きやっていきましょう。今回が92回目ですかね。さあまずはね、前回ね幕府としましたんでね、ここだね。石川さんに行ってもらおう。うん、来た来た来た、うん、で、これだけだとあれだからもう一発、正行さんで、うん、 OK ですね。これで、で、浦上さんはなんかそうにないんですよね。いけるかな。あ、来た。いけるんだ。もうせやね。テルモトさんは結構ね弱気なんよね。これでいければでっかいけどね。はい、ノリさんに行ってもらおう。あ、おしゃれ。おー、そうなんだ。で、ここ。ここは来ないやな。おー、そうかい。ほう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 。しょうがないんで、人がいなくなったんで、ちょっと待ってね。歩兵もあれだけど、まずちょっと、治療は、怪我してんのかこれ。あ、ここまで行けるんだ。これはすごいぞ。けどメンバーがいないね。春さんはともかくとして、そうですよね。前線に出張った方がいいですよね。で、出張る。おっと。ああ、この辺は、なるほどね。いいとこと悪いところがあるな。まあ、ちょっと、あれですよね。回収していって赤井さんってことか。一人だからね。あ、浅井さんだとここ行けんのか。うん、
そうだね。あ、そうか、ここ天海さんになったのか、上州。まあお米には困らなくなったけど、まああとはあれね、物資ね。減ってもまあ6700し大丈夫。ここはいい。ああ浮田さんだな。ここ一人だしね。ああ勝家さんらだとあれか。うん、赤松さんだとここ行ける。さんがいるんだ。高影さんは621やから、まあまあ高いよね。そうやな。テロモさんは今回大したことない。あまあ全体的にメンバー少ないですよね、やっぱり。Thank you.
まあ天海さんはね、基本本当は手元に置いときたい。ただ文明は結構高いんか。さんのとこも多いよね。でもここ屋さん行けるんだな。じゃあ屋さん移動しちゃおう。であとは人員のね、サインだ。
回目やから、まあこれでいいか。あとはごめんなさい。また物資になるんですよね。これだけやっとこうか。テルモさんどこ行った、うん、あ、ここか。まあ、こんなもんでいいか、うん、お、勝井さん、うん、よし、ということで、あとはちょっとだけね、物資輸送しましょう。あ、ここはええか、削っちゃおう。なんじゃここ。
この辺がものすごいことになってる。もうちょっと兵糧を渡しとこうか。そうやけどね。わあ、ちょっともうちょっと割り振りたいね。こうなってくるとここも、全然は多めにして、物資が今度は余り気味になってるから、
すんごいこんだけも足しとくのもったいない。まあ置いといてもええか、勝手に運用してくれるんやったらね。調整できてたかな。ああ、こういうことやってない。あ、そうだ。もうちょっとこの辺はまた。今回この辺に、収録自体は終わらせていただいて、次回ちょっと物資調整してからね、始めさせていただきたいと思います。ではごめんなさいね、今回幸福だけにさせてしまって、内政どないしようかないう迷ってるところで終わりになってしまいますけどね、お許しいただきたいと思います。では、また次回です。それではさよなら。